このぐらいのイメージ。プル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 。ネクラ好きのネクラの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。安部太郎です。よろしくお願いします。はい、今回ですね、早引き時の右手の意識、そして感覚について、スピードを上げるにはどうしたらいいのかということで、ちょっとお話をしていきたいなと思っております。効率よくスピードを上げるためにはですね、まず感覚をちょっと養わなければいけないということなんですよ。右手ちょっと見ていただけると、いいかなと思うんですけど、いろんな方法があるんですが、まずこの動き方、この割とこうダカダッダカダッ、こういうちょっと動き方と、あとこういう動き方、グッてこう一発目でこう力を入れた後にカタッタラダッタラダッタラッタラッって動く動き方があるんですけど、まあ音で説明した方がいいかな。例えばこう普通に早引きをしようとすると、こうこれ割とこう均等に弾いてるんですよね。ちゃんとダウンアップダウンって意識してじゃなくて、1回のピッキングのダウンアップダウンの最初のダウンを弾いたら、あとのアップとダウンは惰性でついてくる感じ。あとは4つ弾いてもそうですね。感覚的なこと言うとこうじゃないってこと。深く意外とピッキングが当たってしまうと、まあ力で目いっぱいでこう早引きしてやるって感覚でいくと、音がちょっとこう均等になりやすくて、力がこう目いっぱい入りすぎてて、それを続けようとすると続かないんですよね、こうやって。まあ続くような人もいるとは思うんですけど、どっちかと言ったら僕のイメージの中でやっぱりアクセントをすごく大事にしていて、頭のタンは結構強くで、あとは弱く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 が、結果的にこのドラムとかのこの何ていうんですかね、このストロークとかこのあるじゃないですか。一回こうムチのようにこう触ったら、こうまあカッティングとかもそうだと思うんですよ。このこういうのもあると思うんですけど、それと同じような感覚で、練習してみるっていうのが一番いいのかなと思っております。具体的なちょっとフレーズもちょっと出しておくんですけど、こう例えばこうこういうのがあったとしたら、これをこうって弾くのではなくて、右手こうやって結構力んでるの分かります？なんかそういうのじゃなくて、抜けのいい最低限のピッキングをしつつ、まあ弱すぎてもダメなんですけど、その頭がやっぱり強くて、あとは聞こえる程度のフッフッって感じ、テフフみたいな、テフフ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 テフみたいなのがこう続くといいっていう。この感覚伝わりますかね。でこれはまあ弾み乗らしても、まあ、ボリュームマックスで弾いても同じ感じでこう、っていう風になります。まずはコントロールできなきゃいけないということで、一個ずつちょっと当てはめていこうかなと、ダメな方だと、ダメではないんですけど、感覚的には両方できなきゃいけないのかもしれないんですけど、僕はあんま使わないかなっていうところで、
こういった感じで大事にしていただくっていう、あくまでも感覚としては、全部が強いわけじゃないです。どうしても早弾きっていうとこうバーってこうなんか右手がこう動いてるこうなんかバーって動いてる右手がねめちゃくちゃ動いてるように見えるかもしれないですけど、どちらかというとやっぱり力を抜く部分が僕は結構意識してるというか、まあギタリストにとってはですね、最近には結構腕でこうご利用してるギタリストもまあ中にはいるんですけど、よりこうクオリティが高いというか、最近のギタリスト、流行ってるギタリストを見てもですね、割とこう強い部分と弱い部分のニュアンスがはっきりしていてですね、右手のこの指を使った、前回ね屈伸とかも言いましたけど、そういうのを駆使してなるべく細かいフレーズもしっかりと聞こえさせるっていう中でこう動き方、だからこうじゃなくてこう、わかりますかね。なんか一個だけ強く見えるんだけど、実は裏ではドゥッてやってる中でフフッってなってるみたいな、トゥル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 っていう形ですね。トゥル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 、これがチュチュチュじゃなくてチュ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 かチュ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 
右手の意識だけにもちろんとらわれないっていうのが配引の中ではすごい大事になってきます、まあ、今後また動画では出そうかなと思うんですけど、左手の意識、今度はね左手の意識があった上で右手の意識っていうのがねすごく大事になってくるんですよ。要するにギターっていうのは左手で弾いて押さえてから右手で弾くっていうのがギターなので、右手で弾いてから押さえるじゃ遅いんですよね。なんで意識の先行としては、まあ、もちろん右手のねこの配弾の意識もすごい大事なんですけど、左手の意識があってから右手の意識がそれにこう伝わるっていう形になります。まあ後日、左手の意識も出そうと思いますが、なんでまず左手がこうちゃんとこうことが大事なんですけど、それにまあ右手の意識、今のさっきのブルルトゥットゥトゥトゥみたいなのこの意識を入れてあげて、こういう風に弾いております。テクレテ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 、こういうイメージですかね。あとはどうしてもですね、老弦と老弦ね、この5、6弦と1、2弦の方、まあ細さがやっぱ違うじゃないですか。なので感覚的には右手の感覚っていうのはやっぱり変わってきちゃうんですよ。多少なりとも1弦弾いてる時の感覚と6弦弾いてる時の感覚っていうのはやっぱりちょっと違う。ただその感覚をあんまり感じさせないような弾き方をなるべくするべきだと僕は思ってます。要するに弦の太さが違うからじゃあピッキングを大幅に変えるっていう感じではなくて、あくまで、タカラッタカラッタカラッ、このこの感覚とこうあんまり変えてないんですよね。ただ1弦2弦の方がやっぱりねシビアな感覚がすごいします。音がすごくこう5、6弦の方が太くなるのでちょっとごまかしが効くように聞こえちゃうので、なるべく1、2弦はもう本当にすっごいしっかりかっちり弾かないとバレるって思って弾いてます。もちろん、5、6弦もそうなんですけど、よりちょっと意識の感覚的には1、2弦の方がサスティンも、まあ、弦の太さが細いのでその分、しっかりとこう力を抜く部分は抜いて入れる部分は入れるっていう綺麗により音を出すっていうのを意識が僕の中では結構強い方かなと思っております。とタラダ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 みたいな、これがダダダじゃないです。タラダ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 、続こうと思えば続こうと思うほど力むんですけど、それがタラダ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 、こうイメージ的にはこうタラダ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 、こういうイメージですかね。それでも何も口が生えてタカラタカラタタカラタカラタタカラタカラタタタカラタカラ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 タ、要するにタタタタタタタみたいな、タカラタカラタ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 カラタカラじゃなくて、タカラタカラタタカラタカラタタカラタカラタ、分かんなくなってくる。タカラタカラタ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 っていう感覚でやっております。わかりますでしょうか。結構難しいかもしれない動画だと。ということでどうでしたでしょうか。早弾きの時の右手の意識、感覚ということでお届けしましたけれども、やっぱりですね人それぞれ違う早弾き方法があって当然だと思うんですよ。なので今回の一件もですね僕のまあやっている感じ、まあ、スタイルというか6連符弾くときとか16部弾くときどうしてもこう頭強調して弾いた方がかっこいいなっていうイメージがあったりするので、まあ意識的にこう配弾きバラバーってなんかこう一方通行な感じで超速い人とかもまあいるじゃないですか。まあそういうのが好きな人からしてるとまあちょっと邪道みたいな風に感じられる可能性もあるとは思うんですけど、なのでまあ一つのヒントにっていうのは前々から言ってますけども、そういったことを前提にちょっとお話を聞いていただけたらいいかなと思って、今回お話しさせていただきました。
参考になったと思えばぜひグッドボタン、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またこういったね、動画をねたくさん上げていこうと思ってますので、そちらの方も、ぜひともよろしくお願いいたします。ギタリスト阿部太郎でした。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。